平成唯一の三冠王松中信彦氏をコーチとして招聘、得点力不足解消の切り札に、とは一体どのようなことなのだろうか。現役時代の評判やロッテの臨時コーチぐらいで指導者といて NPB で爪痕を残せていないので不安視する声も多いが、今年で不調の村上にアドバイスを送り、その日ホームランを打って復活したみたいな話があったよね。だからヤクルトファンの人たちに松中コーチ待望論がささやかれていた。引退後ハンドボールクラブ立ち上げて子供たちを応援しているみたいだけど、今時の子足かっぺも意味がないから、失敗をどんどんしていいから思い切っていけというのを心情にしてるのをつく語ってた。中日は若手が多く伸び盛りな選手や伸び悩んでいる選手両方いるので、指導者としての手腕を世間に見せる格好の場所になる。平成の三冠王が令和で指導者として輝くチャンスでもあるから、一生懸命やってくれそうな気がする。中日が元三冠王の松中信彦氏50をコーチとして招聘することが分かった。投手は04年の大栄元ソフトバンク時代に平成唯一の三冠王に輝いた左のスラッガー井上和樹新監督53を2軍監督から内部昇格させたばかりで、松中氏による打撃部門の底上げで3年連続最下位からの脱出への起爆剤にする。中日は3年連続最下位とともにリーグ得点数も5年連続最下位をマークした。得点力不足解消がチームの最大課題だ。松中氏は熊本県出身で、8代第一熊本、新日鉄君津を経て97年に逆指名のドラフト2位で大栄に入団。04年には打率3割5分8厘44本塁打、特に10打点で史上7人目の三冠王に輝いた。通算成績は352本塁打、1168打点、打率2割9分6厘、上昇チームの中軸として、19年間ホークス一筋で現役生活を送った。引退後は20年に独立リーグ四国 IL 香川の GM 兼総監督、21年にはロッテの春季キャンプからシーズンを通じて臨時コーチも務めた。現役時代に多くの実績を残した人、特にホームラン王とか最多勝ちを取った人はいわゆる教え魔になりがちで、自分の理論を人に押し付ける傾向が顕著になりがちだ。ピッチングでなくコッティング、その選手の長所を見つけて伸ばすことがしっかりできる人を探してほしい。松中さんのようなタイプの選手が欲しいです。左の大砲が左バッターのホームラン、せめて2桁割ってる選手育ててほしいです。まあ今のメンバーには候補すらいないので、ドラフトで左の大砲タイプ2人は指名してほしい。井上監督、良い人選だと思います。松中氏の力量というのは未知数ですね。レンちゃんが細川を一人前したように、松中も石川、ブライト、鵜飼らをタイトルを争うまでの打者に育てることができるのか。この3人のうち1人でも一人前になれば成果があったと言えるだろう。中日 OB に打撃コーチで適任者はいない。福留は井上の風下は、いやこれだけ打てないダメ打線なのだから、実績理論にたけ、中日に変なしがらみのない松中はありだと思います。もしダメならノリのようにすぐ切ればよいだけ、試してみるのはあり。マータツナミを見てわかる通り、教える指導者ってのはうまくいかないもの。そこに現役時代の実績は関係ない。松中がどういうタイプの指導者なのかは未知数。実績者だけに、立浪のような指導者でないことを期待。今のドラゴンズに必要なのは、過去に打撃コーチとしての実績がある打撃コーチのような気がしてなりません。ただ、実績がある人はすでに他球団に取られていたり、年俸も高かったりで、予算に合わないんでしょう。まあコーチスタッフや監督にお金を使ういなら、ライデルの残留にお金を使ってくれる方がありがたいですが、ただ、未知数すぎですね。しかもなぜ今まで接点がなかった松中を、今まで古巣からもパリーグからも呼ばれてない松中を、って思います。なら、別に山崎武史だったり OB でもいろんな人選がいますのに、誰かがもうプッシュしているんでしょうね。何年か前の春季キャンプでロッテの臨時コーチを受け負った際に、安田や藤原を強化指定選手して指導していたにもかかわらず、彼らの才能を伸ばすことはできなかったことを考えると、松中氏に過度な期待はしない方がいいかも。ご本人の現役時代の実績は十分です。ただ、指導者経験が乏しいのと、素晴らしい打撃理論があるのは、前監督と似ている。コーチングするのではなく、強制させておかしくすることがないか心配です。良い方に転がることを祈ります。前世紀の松坂から1試合で3発打ったほどの強打者松中本人の打撃理論に隙はない。問題は、自分の経験以外の引き出しがあるかどうかやね。自分の打撃理論を身につければ、誰でも打てるようになる。
と思ってるだけなら打つ方は何とかしますの人と変わらん。それでも期待はしているお友達内閣が通用する時代ではない。打つ方は何とかしますぜと豪語していた立浪前監督と同じ匂いがするけど大丈夫なんだろうか。理論や実績は確かなのだろうけど人格的に問題があってホークスの監督やコーチにすらなれないとホークスファンに聞いたが、現役時代の実績は申し分ないが教え上手なのかな。呼ぶのは構わないと思うが人間性にささか問題ありかと。だから今まで古巣は元より他のチームも声かけなかったと思うのだが、中日としては藁をもつかむ思いなんだろうな。得点力不足、チャンスに弱いというのはもう十数年言われているようなことで、慢性化している課題、これを解消できるなら本当の名コーチだと思う。これは激悪だな。ハマればいいけどハマらなかった時のことを考えると、ただ松中も招聘されたからには一生懸命やると思うよ。自分の株は下手いでしょうから、なんかまたにわかたちが喜んでいるけれど、個人的にはそうじゃないと思う。コーチ経験も少なく、現役時は自己中心的な行動で問題になり人間的にも問題があると思っている。戸玉を入れることには賛成だが、それはコーチ経験が豊富にある人であって松中ではない。中日が平成唯一の三冠王、松中信彦氏50をコーチとして招聘する。中日は井上和樹新監督53を2軍監督から内部昇格させたばかり。松中氏による打撃部門の強化で3年連続最下位から脱出を狙う。松中氏は1996年アトランタオリンピック出場、その後都市対抗で活躍、同年のドラフト会議で逆指名制度を通して福岡ダイエーホークス現福岡ソフトバンクホークスから2指名で入団。2004年レギュラーシーズンで平成唯一の三冠を抑えた安打、最高出塁率を含めると打撃も冠を達成。2006年には球団とプロ野球史上最長となる7年契約、2016年3月に引退、引退後は野球解説者として活躍。2021年にはロッテの臨時コーチを務めた。名古屋在住の50代中日男性ファンは、いよいよ正式コーチですよね、井上新監督と原点回帰欲しいです。再開でもバンテリンドーム、名古屋はいつも満員、ますますファンの熱が高まります。時シーズンに向け早くも興奮気味。ただ40代男性経営者は、現役時代の実績は申し分ないが指導者としてはまだまだ未知数、過度な期待はしない方がいいと冷静に分析した。うん、確かに選手としての実績は素晴らしい、ただそれが必ずしも結果に結びつかないのはこの3年で身に染みて分かったはず。期待はすれど、どっちに転ぶかわからない1か8かみたいなのはもう疲れた。どちらかというとしっかり分析してくれる頭脳派で手堅いアドバイスができる指導者が必要だと思うよ。コーチとしてど結果出せるかは未知数だけど、 OB にこだわらなかったのは評価したい。組閣の人選くらいは井上監督の思うようにやらせてあげてほしい。井上と松中はどこでつながったのかはよく知らないが、松中引退時に直接報告があったらしいし、現役時代から親交があったようですね。松中も選手を育てたいという思いはロッテの臨時コーチの時から強かったようだし、 NPB でユニフォーム着ることにも喜びを感じているようだ。一軍で戦うのは簡単ではないけど、井上監督には投手、打撃、守備、走塁、バッテリー、各コーチに全て任せてモチベーターに徹するのがいいように思えてきた。井上監督が主導でコーチの人選をしているのであれば歓迎したいです。これからどういう組閣が形成されるか期待しています。いずれにせよ選手は猛練習をして強くなるしかないので、しっかりと導いていける首脳陣であってほしいと思います。現状の情報でポジティブなのは、井上新監督と一緒に自主トレやってたってことかな。その当時姿に井上新監督が何らかの巧妙を感じて依頼したなら良いとこかもしれない。とにかくそれぞれ個性を生かしてくれるコーチなら良いと思う。今の中日には左バッターで振り抜くバッターが少ないですね。そこをなんとかしてほしいと松中信彦さんを選ばれたのではないですかね。右の強打者は育ち始めていますし、次は左の強打者を育ててもらいたいです。よろしくお願いします。どんどん練習させてほしいよね。かつてホームランにするのがなかなか難しかった福岡ドームでも練習からバンバン飛ばしていたのが松中さんと小久保さん。バンテリンドームも広くてなかなかホームランが難しそうな球場であるから共通点はあると思う。ロッテの臨時コーチの時の指導を見た感じは、選手を尊重しながら教えてて現場の評価も良かったから期待できそう。今の中日打撃陣はどん底なんだから、指導者がガラッと変わって良くなる可能性の方が高いんだから、秋キャンプから立て直してもらいたい。まあ確かに打てないチームだけど、投手陣も大概どうかなって思う。エースって誰？
って聞かれて答えられないのが現状。点を取ってくれないから勝てないとは別だと思う。まともに先発として成績残せてるのは高橋だけ。立浪野球を引き継ぐ必要はない。本当の意味でのニュードラゴンズを作ってください。現役時代みたいに若手選手を飲みに連れ回して潰したり、他の意見など受け付けないと言わんばかりの選手へのやつはなしにしてほしい。純粋に野球理論とそれに基づく実績だったりは嘘ではないので、そうした人間性が指導者として多数の誰かの上に立つことで発揮されるなら、これ以上ない素晴らしい人事だと思う。井上監督はそうした規律にも厳しい人だと聞くし、ある意味選手じゃない側への気配りも増えて大変だろうけど、近年これ以上ないぐらいの名選手だからこれは楽しみだわ。投手はぜひ今中さんに現場復帰していただきたい。外野守備走塁はサンドラに出演している赤星さんが、いチームに盗塁意識を植え付けてほしい。内野出身の方に野手総合コーチをお願いしたいですが、誰かいい人いませんかね。 OB はダメ、外から招聘した人は人格に問題あるからダメとか言ってる奴らは結局誰になってもなんだかんだと文句を言うんだ。和田さんは確かに残ってほしかったけど、立浪さんが声をかけたのだから、立浪さんが辞めれば自分も辞めるとなるに決まってる。始まってもいない段階からダメだダメだではなくて、これまでとは違った視点での指導に期待すればいいのでは。来シーズン始まってダメなら、その時に批判すればいい。素晴らしい打撃理論を持っているのと、教えるのが上手いのと、選手が育つのは別物。コーチ経験が少ないのが心配です。良い方向に行けば良いですが、松中コーチもいいけど、既存のコーチ陣は立浪監督退任と同時に辞めた片岡さんたち以外は全員残留だとしたら、来季も大きな変化は期待できないのと違うか。特に守備走塁に関しては、立浪の二の舞にならんと映画な。要するにビッグネームを使っとけば客も呼べて、その上や彼ならうまくいくと思ったんだけどね。何しろ三冠王だしなどと選んだ側の責任も逃れられるような上の人としては無難な選択ってことでしょう。それで強くなるなら誰も苦労はしない。原点ってどこの原点？信氏軍団の頃？星野監督の頃？ドラゴンズファンも世代によって思考が違うので、考える基準が違いすぎて、誰が何の役をやろうと一番心配なのはファンの方だ。ちゃんと指導し育成できれば、誰がコーチだろうが関係ない結果を出してくれればよいのだ。松坂や中田の時と同じように目玉のための獲得な匂いがする。今のドラゴンズに必要なのは、過去に打撃コーチとしての実績がある打撃コーチのような気がしてなりません。ただ、実績がある人はすでに他球団に取られていたり、年俸も高かったりで、予算に合わないんでしょう。マーコーチ、スタッフや監督にお金を使ういなら、ライデルの残留にお金を使ってくれる方がありがたいですが、ただ、未知数すぎですね。しかもなぜ今まで接点がなかった松中を、今まで古巣からもパリーグからも呼ばれてない松中を、って思います。なら、別に山崎武史だったり OB でもいろんな人選がいますのに、誰かがもうプッシュしているんでしょうね。何年か前の春季キャンプでロッテの臨時コーチを受け負った際に、安田や藤原を強化指定選手して指導していたにもかかわらず、彼らの才能を伸ばすことはできなかったことを考えると、松中氏に過度な期待はしない方がいいかも。ご本人も現役時代の実績は十分です。ただ指導者経験が乏しいのと、素晴らしい打撃理論があるのは前監督と似ている。コーチングするのではなく、強制させておかしくすることがないか心配です。良い方に転がることを祈ります。これは思いもしなかった驚きの人事です。長く4番を張り、日本代表でも4番を務めた松中さんに、ドラゴンズの4番を本当に何とかしてもらいたいですね。長距離砲の原石は何人もいるので、代表クラスに育て上げてほしいです。それにしても井上監督は顔が広いですね。コミュニケーションに長けた方とのことなので、いろいろな人とつながるのが甘いのでしょう。今後のチーム作りに期待が高まります。打撃理論に関してはかなり説得力があるから、彼がどんな選手を育てるのか見てみたい。それを本当はホークスで見てみたかったけど、それが叶わない以上どの球団であれ実現するのなら見てみたいね。ホークスに復帰できないのはいろんな原因があったのだろうけど、打撃に関しては超一流の選手であったことは間違いないし、選手としてホークスを牽引してきた選手の一人として応援したい。昔新庄がインタビューで、松中の打球がバットの出し方と違うところに打球が来るから取りにくかったと言っていたのが印象に残っている。三冠王になるのにはそういう工夫も必要なのかなと当時は思った。そういうバッティングは当然そのバッターのセンスだったり才能だったりするのだろうが、少しでもコーチとしてバッティングでの工夫が伝えられるかどうかだとは思う。左バッターでインコースをうまくさばくバッターといえば、まず松中が思い浮かぶ。もっと古ければジャイアンツの篠塚とか、スワローズの杉浦も、あの打ち方を、ドラゴンズのバッターに教えろと言っても無理だろうから、技術的な部分は、
あくまでも参考程度で、心構えとかそういう部分で何かしら伝えてくれると良いんだけど、前監督同様に選手時代のチーム貢献度実績は申し分ないのに、指導者として要請がかからなかった理由が何かがあると思うが、井上監督の力になってほしい。ただ選手時代の打撃スタイルはトップ位置を決めて打ち下ろすダウンスイング、主軸になってほしい細川や石川をどういった指導するのか楽しみです。松中氏が卓越した打撃理論を持ってるのは解説など聞いてもよくわかりますし、それで実際に素晴らしい実績を残せたがゆえに、逆にコーチとしてはそこが不安なところでもありますね。でも松中氏がコーチをやるのを見てみたかったし期待してます。歴代の打撃コーチも名選手でした。名選手の理論が合う選手と合わない選手がいるでしょうから、合わない選手への指導をどうするかですね。個人的には指導者として実績のある人を選ぶべきだと思うが、結果が全ての世界なので頑張ってほしいですね。まさか松中さんが打撃コーチとは思いもつかなかった。井上監督の人脈は自分が想像しているよりもはるかに広いものかもしれない。2軍の打撃コーチは森野さんで左打者ばかりなので右打者のコーチが欲しいところだが、そうすると左右打者コーチ2人では両雄並び立たずになる可能性もある。対談する上田コーチの後ママが誰になるか注目している。興味深いですね。松中さんには期待したいと思います。周平さん、岡林さん、村松さん、上林さん、宇佐美さんといった左をしっかり見てほしいです。私の期待は村松さんが3番打てるよう育ててください。時代的にも中田さんの憧れの人だったかと思いますし、ドラゴンズ打線を活発にしてください。他のコメントで人間性が良くない、理論の押し付けなどと書いてありました。もともと井上監督はガキの頃からやってきて、プロになってるから簡単には変えられないとお話しされていましたので、コーチの役割を理解しているかと、技術を少し良くするコーチを期待します。これは全く想定外の人選でした。実績に関しては言わずもがなだし、現役時代は今のドラゴンズに一番欲しいタイプの選手だったから、どうなるか楽しみ。松中さんのような打者が一人でも出てきてくれるといいですね。井上監督は顔が広いですね。これはまだまだ驚くような人選もありそう。松中氏のことをコーチ経験がないと不安視されている方もいますが、和田さんだってドラゴンズの初めての打撃コーチでした。現役時代の経験はないよりやる方がいいに決まっているし、独自の理論がしっかりしているのも悪いことではありません。せっかく松中氏がコーチになるなら、ドラフト注意で左の大捕候補獲得しないかな。松中さんにとって2015年に引退後初の役職、燃えてるでしょう。小久保さん、井口さんはすでに監督を経験し、城島さんはコーディネーターとしてホークスの伝統を作る役職に今ついてる。打撃コーチで収まるつもりもないでしょう。ここからが勝負。甘えた雰囲気を変えてくれそうな一方で、今の子にははないだろうなとも思いますね。とはいえホークスで誰よりも練習してたのが松中とも言われており、勝利への執念と技術力は確かなので、今の中日に足りない部分を補ってくれるかもしれません。松中さんとは驚きました。ドラゴンズがドラフトで狙っていた選手でホークスに入団したので選手としての縁はなかったですが、こんな形でドラゴンズに縁ができるとは。調べたら大塚コーチは井上新監督と同じ年で日米に経験豊富なので、そのまま一軍投手コーチかヘッドでも面白いのかなと。九州出身のコーチが多くなるのかな。吉鶴さんとか松中さんを打撃コーチで呼べるのは、今季も加藤拓の打撃をキャンプ交流戦で立浪前監督片岡ヘッドベンちゃんの前で指導し、立浪さんとはキャンプで1時間以上打撃談にする関係で、自分が連れてきた和田が対談以降なので二村さんに松中さんを勧め、二村さんは伊藤さんにつなぎ頼み、松中さんは親友の鳥越さんが西武のヘッドになったことで自分も現場に戻ってもいいかと思った時に中日から誘われた。加藤がロッテにトレードされた時、臨時で安田、山口、藤原を井口さんに頼まれ、藤原、山口は指導ハマりかけたが、安田の打撃にはモージーはなく、ロッテ当時安田優先だったこともあり退団し、その後山口打者として全く成長してない。松中さん目をかけてる加藤の打撃いいものは考えてるのと、細川ら長打が打てる打者に HR を打つコツを助言したかではできない指導を試したい。全ては伊藤さんが強度の後輩松中さんに加藤の打撃一軍で使えるようにロッテ時に頼んだことが始まり。